6時になりました。8月17日火曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。外はですねどんよりと曇ってます。今雨は落ちていないようですね。雨雲レーダー確認します。弱い雨降っているのは美女木ジャンクションあたり、それとですね三浦半島の突端ですね、その他ポツンポツンとこの雨雲があります。ラジオ機のあなたの周りいかがでしょうか。今日の関東あちらこちらで雨が降るでしょう。北部では道路が川のようになるほど激しい雨が降ることもありそうです。車の運転、あと雨の降り方、路面状況の変化、十分お気をつけになってください。最高気温各地で平年より低い状態が続きます。東京都心で25度、横浜26度、千葉26度、埼玉25度、前橋24度の予想です。明日は雲が広がりやすく雨のところもあるでしょう。東京地方今日は雨時々止むでしょう。降水確率、午前中が 80%、 午後 50%、 明日は曇り時々晴れという予報です。現在大雨注意報が東京の多摩南部、伊豆諸島、大島、神奈川県、栃木県、群馬県大雨注意報、雷注意報が群馬を除いた関東各地域、濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県に出ています。今朝のコメンテーター、経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。田中さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。まあ、それにしてもこの、まあ、前線の影響で雨がね、止みませんね。本当にね、西日本中心に大変な、ね、まあ、被害も発生してますし、これからもね、これだけ断続的に降ってしまうと、もう地盤だとか、いろんなところにね、悪影響が出てると思いますから、雨がね、止んでも、これしばらくこれね、注意が必要ですよね。そうですね。いつまでね注意してればいいんだって言ったって、こればっかりは分からないですから。そうなんですよね。まあ、なんかAI とかね使って、こういった集中的な豪雨に対する、ね、予報だとか、注意を促すようなシステムを今なんか急ピッチで、整備してるらしいんですけど、まあ、それにしてもね、やはり これだけこう長期間にわたって続くと、もう本当にね、マインドの面でもね、そうですね、大変だと思うんですよね。ただでさえ新型コロナウイルスの問題がありますしね、まあ、東京オリンピックで感動は覚えましたけれども、またこの土砂災害の心配もありますね。そうですよね。もうオリンピック終わった直後からずっとこのね、天候にもう日本列島全体が巻き込まれてるって感じで、そうですね。で、まあ、関東もですね、この先ほど5時台にもお伝えしたんですけれども、これまでの雨量で降水量、神奈川県箱根町で547ミリ、群馬県草津で249ミリ、東京都心で238ミリ、栃木県宇都宮市で225ミリ、 222.5 ミリ、そして千葉県銚子市で 203.5 ミリなどとなっています。これは先週11日から16日にかけての降水量。これまたね、もう大変な、これだけ、ね、蓄積しちゃうと本当大変ですよね。そうなんですよね。僕もね、いつも天候ネタはね、無駄口叩くんですけどね、これだけちょっとね、深刻になっちゃうとなかなかね言えなくて、全国の皆さんのご期待に添えないんですけど、すいません。あとはですね、速報入ってきました。週明け16日ニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均、ハイテク株やヘルスケア株に買いが入って続伸し、前の週末と比べ110ドル2セント高、3万5625ドル40セントと5営業日連続で最高値更新して取引を終えたと。なるほど、アメリカ経済はですね、本当堅調なのか、まあ、やっぱね、投機的な思惑で結構触れちゃう部分がありますからね、一喜一憂しないで、アメリカの市場を見た方がいいかなっていうふうに思いますけど、まあ、日本もね、かなりこうアメリカ市場に引きずられてる部分はあるんですが、現状足元ではやはりこのね、感染拡大と、
まあ、あと一部で噂される、まあ、政治的な、ね、不安定性、そういったものが、まあ、株式市場に、日本のですね、はい、悪影響を及ぼしているのかなという気がしますね。昨日は日経平均下がりましたね。そうですね、まあ、あの事前のエコノミストの予測よりも、はい、GDP 速報、まあ、良かったんですけど、やはり、ね、あの消費を中心に力が弱いということで、しかもこれからですね、あの緊急事態宣言が延長、さらに地域に拡大されるということでね、はい、まあ、そういったところの不透明感が、まあ、株価のですね、まあ、高値を、まあ、押し下げてしまっていると、いうこと感じですね、はい。ところでですね、24日に開幕する東京パラリンピックの観客の扱いについて、政府と東京都大会組織委員会国際パラリンピック委員会は代表者による4者協議を開き、全21会場で原則無観客とする方針決めました。パラリンピック会場のある4都県のうち、東京、千葉、埼玉3都県は緊急事態宣言発令中です。まん延防止等重点措置が適用されている静岡県にも緊急事態宣言が発令される方針になったことを踏まえ、全会場で一般観客の受け入れ断念しました。パラリンピックが原則無観客となったことで、組織委員会販売済みチケットおよそ77万枚について払い戻しに応じる方向です。このパラリンピック無観客、これ田中さんどうご覧になってますか？これはもうやむを得ないですよね。まあ、ここまで、まあ、変異株ってやっぱね、あの感染力が本当に強くて、そうですね、まあ、私なんかね、あのこのライブ、はい、あのアイドルとかですね、タレントさんのライブを見てるんですけど、やはりこの一部ではですね、クラスターとはまだ言わないんですが、あのスタッフ含めて、かなりですね、感染があの広がっているというのを見るとですね、本当にこう、まあ、今までになくこう、身近に感じますね、感染。これまで通りのことだったらちょっとまたね、そうですね、うまくいくかどうかわからないという状況なんですね。今までに比べてやっぱ、はい、まあ、基本やるのはですね、3密回避なんですが、はい、それをやはり、徹底しないといけないなというふうに思いますね。より徹底しないとダメなんですね。一方、児童生徒に感染機会を提供する学校連携感染プログラムについては、共生社会の実現に向けた教育的要素が大きいことから、自治体や学校設置者が希望する場合、安全対策を講じた上で実施できるようにすることで合意しています。この学校連携感染プログラム、これはどうでしょう？いや、これはですね、まあ、まあ、なるべくね、実施できるようにしたいという、まあ、そうですね、意向なんですがね、うん、まあ、やっぱこの状況に応じてだとは思うんですよね、はい、で、まあ、できればいいかなというふうに思いますけど、はい。一方、国際スケート連盟、フィギュアのグランプリシリーズ第3戦11月5日から予定されていた中国カップが新型コロナウイルスの影響で中止になったと発表しました。グランプリファイナル進出を争うシリーズ全部で6戦を維持するため代替開催地を募ります。中国各地で感染が再拡大しているという、まあ、このあたりがやはりネックになってるんでしょうね。そうですね、中国の場合は、去年からまあ今年のですね、前半まで、はい、やはりあのコロナ対策をですね、成功させたっていう、はい、まあ、あの物語がありますから、そのまあ反動で、やはりですね、はい、このワクチン接種 の, あのスピードがですね、はい、そんなにあの進展してないんですよ、今、でそのまあ成功が今現在災いになってですね、はい、中国のこのやっぱね、中心にしたサプライチェーンがかなりこうひび割れてるということで、コンテナのですね、輸送量が上がったりですね、はい、まあ、一部ではですね、この、いろんなあの供給網がですね、寸断されているということが出てますね。それが、まあ、世界経済にちょっとあの暗雲をもたらしているというふうに、思います。はい、またこの、ね、中国カップなぜ中止かという一つの大きな要因には、来年2月に北京冬季オリンピック控えてますから、はい、まあ、これでまた蔓延しちゃったら大変だみたいに思ってるんでしょうね、きっとね。そうですね、ですので、まあ、中国政府ね、まあ、本当にね、どこまで本当なのか分かんないんですけど、はい、まあ、地方政府挙げて、はい、多分コロナ対策 の, この情報統制をしてくると思うんですよね。この情報統制しちゃうと、あのね、元々のこの、武漢で、はい、ウイルスが蔓延したこのですね、情報が、まあ、我々には届かなかったということのですね、はい、第2幕みたいなことが起こらないといいなと思いますね。本当は、はい、あの深刻なんだけれども、その実態よりもですね、はい、やっぱあのオリンピックということをですね、意識して、あの我々のところに情報が届かない、はい、そういったことはですね、起こり得る可能性ありますよね、はい。
ちゃ文化放送テラちゃんおはようテラちゃん。時刻6時13分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。ニュースピックアップこちら。読売新聞、緊急事態7府県追加へ。政府は昨日、新型コロナウイルス感染者の急増を受け、東京など6都府県に発令中の緊急事態宣言について、茨城、栃木、静岡、京都、兵庫、福岡の7府県を追加する方針固めました。まん延防止等重点措置は宮城、富山、山梨、岐阜、三重、岡山、広島、香川、愛媛、鹿児島の10の県を追加します。宣言と重点措置の追加は8月20日からです。宣言は東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、沖縄の6都府県、重点措置は北海道など13の道府県に8月31日までの期限で適用中です。で、20日以降、宣言は13の都府県、重点措置は16の道県に拡大します。政府は新たに1000平方メートル以上の大規模商業施設に入場整理を要請することを検討しています。効果が薄れたと指摘される緊急事態宣言ですが、この延長の効果、これ田中さんどうご覧になりますか？そうですね、緊急事態宣言自体の効果はですね、それは昨年に比べれば次第に落っこってきているとは思うんですが、それでも一定のですね、効果はありますね。やっぱ人流もですね、かなり減ってきてますし、でまた実効再生産数と、一人の感染者数がどのくらいのですね、人に移してしまうか、それを見るとですね、もう7月の終わりから、ずっと、ここ十数日、下がりっぱなしなんですよ。で直近では 1.14 と、これが1を割るとですね、いいかなと、ピークを超える大きい目安になると思うんですね。でこれがこのまんま下がり続けていくっていうことが、ある種こう緊急事態宣言の効果がまだある、あるということなんですよね。それを考えればですね、この延長してじゃあどうなのかと、今度はですね、対象もですね、かなりこう、例えばデパートで、地下街であるとか、この、食料品、そういうところでもですね、入場制限をするとか、あるいは、地域もですね、例えば私、群馬の大学に勤めてるんですが、群馬県もこの緊急事態宣言の対象に入るみたいなね、地域も広げてくると、これは経済は当然ですね、ダウンしちゃうんですが、それでも感染対策にはこれかなりですね、影響するだろうということで、一定の効果は見込めると思いますね。ただそのね、後ほどもお話伺うかと思うんですが、経済がもうそうなんですよね。だから経済 の、特にね、消費、消費に与える効果がですね、大きくて、しかも消費もですね、このピンポイント的に大きいダメージをですね、やはり飲食業の方々であるとか、ホテルとか、旅行関係ですね、そこに大きな影響が及んでると。いうことが問題ですよね。そうですよね。さて、その緊急事態宣言の延長を受けて、菅総理が念頭に置いていた9月中の衆議院の解散は難しくなったとの見方が強まっています。自民党党総裁の任期満了、9月30日に伴う総裁選の日程について、9月17日告示、29日投開票、これを軸とする方向で調整に入りました。総理の選挙戦略は、新型コロナウイルス対策に全力を挙げて感染者を減少させた上で、東京パラリンピックが9月5日に閉幕した後、速やかに解散に踏み切る、これが柱でした。総裁選は先送りして10月の衆議院選で勝利した後、無風で乗り切ることを狙っていたといいますが、この内閣支持率最低水準にとどまる中ですね、総理はどうしていくのかってことですね。あれですね、世論はもう感染対策しか見ていないというふうになのが、多分客観的な、評価だと思うんですよ。私はやっぱり、感染対策プラス、経済対策も当然重視してるんですが、残念ながら世論は感染しか見ていないと、しかも、特にですね、やっぱワイドショー的なものに引かれてですね、新規感染者、新規陽性者、これの増加しか見てないですね、明らかに。でその中でどういうふうに、これ菅さんの立場になってもしょうがないんですけど、内閣支持率
致死率を回復させるかとすると、はい、これ感染対策に注力しながら一方で、世論の関心を大きくですね、はい、経済問題に、はい、目を向けさせるぐらいの大胆な経済対策が必要ですね、はい、まあ、具体的に言えば、まあ、アメリカ並みの経済対策、はい、それにするにはですね、大体まあ補正予算で最低でも40兆円ぐらい必要ですね、だけどまあ今30兆、30兆はまあギリギリなんとか、はい、経済対策として許せる規模です、はい、で、問題は中身になってきますよね、どういうふうな形で早期にですね経済の立て直しに、実行力を持たせるのか、はい、そこが勝負になってくるんですが、まあ僕はですね、まあ、規模で言えば40兆、50兆取ってもですね、誰も困らないんですよ、はい、困るのは緊縮財政を好むような、財務省とか、はい、それのこのエージェントみたいな政治家たちですよね、まあ、マスコミの大部分もそうですけれど、ははまあ、そういったところをですね、いかにこうなんて言いますかね、もう降参しましたぐらいのですね、はい、勢いで大胆な政策をやれるかどうか。ポイント高いのはやっぱり消費税をね減税する、まあ消費税減税がね一番いいと思いますよね、はい、まあ、それをずっと下げるのか、はい、一時的に下げるのか、はい、いろんな手段ありますが、まあ、それはやっぱね国民に対するメッセージとしては非常に大きいと思いますね。注目されますよね、だからそういったことができるかどうかですよね、はい、今のところ正直言って暗いですね、はい、見通しは。ウルトラシーはないんですか。ウルトラシーですか、ウルトラシーをするために菅総理に言いたいんですけど、はい、聞いてないと思いますが、はい、我々の政治家チームと、はい、面談してくださいよ。そうかそうか、ね、それが優先です。聞く耳を持てと、小さな政府を喜ぶような政治評論家と、はい、毎回ね何回も昼ご飯食うぐらいだったら、我々と一杯じゃねえ一杯できないと一緒に食事するぐらいのね、同僚を見せないと、もう難しいですよ、本当に。ことですよね、政治的に。はい、時刻6時20分です。文化放送、おはよう、テラちゃん。時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。世界で富裕層への課税強化を模索する動きが広がっています。コロナ危機で拡大が懸念される格差をこの税制で是正するとともに、危機後の経済立て直しを睨んだ財源、これを確保する狙いです。 OECD 経済協力開発機構も相続税の改革提言するなど、政策論議が活気を見せますが、政治調整の難しさなど実現には課題も多いという指摘もあります。シンガポール、相続税がなく世界中から富裕層を誘致してきましたが、そのシンガポールでさえ資産の不平等を是正するためには相続税や不動産税が必要かもしれない、まあ、こういうふうに考えているようです。田中さん、この世界で富裕層へこの課税強化を模索する動き、これはどうご覧になりますか。まあ、そうですね、まあ、2つ理由があると思うんですよね、はい、やはりこの、コロナ禍で、各国の財政支出が非常に増えたと、はい、だからそれをどういうふうにですね財源調達するかっていうんで、まあ、増税議論の対象になってるっていうのがありますよね、はいはい、もう一個はやはりこの資産価格や所得格差、それに伴うですね、国内の、不満、はい、そういうものをですねいかに解消するのかっていうですね、政治的な配慮、はい、そういったものが背景になっていると思いますね、はい、でこの OECD が発表した報告書によると、アメリカ、日本、ヨーロッパ27カ国この平均値として上位 10% の富裕層に富の半分が集中していると。アメリカバイデン政権、富裕層への最高税率を 40% 近くに引き上げるなどして、税収分を子育て教育支援などにこの回す構想を打ち出しています。で何も手を打たないと資産価格の上昇が続いて、コロナ収束後に資産の不平等、これが加速するのかどうかってことなんですがね。いや、これも現時点で、実際に起こってますね。起こってる、はい、株価がですね、堅調に推移してますし、はい、まあ、一番そこから見るとですね、かなりこう上がってますんで、はい、
そういったこの、資産効果を受けて、アメリカでもですね、この住宅投資ブームが起こってますよね。でそういったものは、資産の拡大にもつながっていきますから、はい、そういった形でですね、かなりこう家計によって資産の格差、歪みが出てるということはもう、明白です。はい、で日本はですね、上位 1% の富裕層が保有する資産が全体に占める比率は 11%、 先進国で最も低いものとなっています。その一方で税収の占める相続税、贈与税の割合、 OECD 平均の2倍強で、2つの税の最高税率も 55% と先進国で最も高いと。そのため財務省幹部は、富裕層への課税強化の税増収の効果は大きくないと見ると、日本の課題、むしろ高齢者への資産の偏りが強まっている点だという指摘もあります。60歳代のその世帯のですね、平均資産残高およそ1900万円、30歳代の 3.6 倍、若年層の非正規雇用の増加などで1999年の時点で3倍だった差がさらに広がっているということですが、この指摘いかがでしょうか。まずですね、上位 1%、 これ流行りなんですけど、上位 10% にすると、欧米とほとんど変わらないですよね。そういったあの所得格差っていうのは、じゃあその上位 10% に、より重くですね、所得税なりを課すのかどうか、ここはですね、やっぱ議論になると思いますね。結構所得 10% っていうとですね、思いがけず、俺たちもみたいな人たちもですね、課税されるってことにもなりかねません。そういうことにもなりかねない。はい、はい、また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは、経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。アフガニスタンのイスラム主義勢力タリバンが首都カブールを制圧し、全土掌握を宣言しました。アメリカ同時多発テロ後のアメリカ軍侵攻によるタリバン政権崩壊から20年を経て、アフガニスタンはテロの温床に逆戻りする懸念が高まっていると出ています。ガニー大統領は国外に退避して、親米民主政権は崩壊しました。中東カタールの衛星テレビ局アルジャジーラは、タリバン戦闘員らが大統領府を占拠する様子を伝えました。アメリカバイデン政権がアフガン駐留のこのアメリカ軍の引き上げを進める中、タリバンは各地でアフガニスタン政府軍を圧倒して急速に支配地を拡大していました。旧支配勢力タリバンが首都を制圧した。田中さん、これはどういうふうに受け止めてらっしゃいますか。そうですね、まだですね、政権移行の過程中で、例えばですね、アフガニスタンのこの24時間のテレビ番、テレビ局があるんですね、24時間放送の、そこなんかのですね、放送を見てみると、まだですね、このタリバン側のこの、例えば、言論統制みたいな形はですね、行われてないんですよ。今は、で、どちらかというと、フリーハンドで以前と同じようにやってもらって構わないみたいな感じなんですけれども、これが分かんないですよね。で、前回タリバンがアフガニスタンでですね、ほぼこの全土制圧した時の、パターンでいうと、当初はですね、例えば前政権の汚職や腐敗、こういったものをですね、一生懸命追求していくわけですよね。で今回は大統領が、見栄えはですね、完全に悪い、いち早く逃亡しちゃったわけですよね、国外に退去したわけですから、そこら辺でさらに前政権はやはりこの汚職度がですね、かなり高くて、そういったところを批判しながら民衆の支持を得て、次第に独自色をまた出していくんじゃないかなというふうに思いますね。はい、アメリカバイデン大統領はですね、16日ホワイトハウスで演説し、アフガニスタン軍自身が戦う意思のない戦争でアメリカ軍が戦うことはできないと述べ、アメリカ軍の撤退計画変更しない考え、これを重ねて示しました。ただ先ほどですね、アルジャジーラなどのこの映像が日本にも入ってきてますけどもね、もう空港に人が集まっちゃって、そしてこの飛行機のこの車輪だとか、いろんなタラップのところだとかにすがってるっていう、こんな光景もありましたね。本当悲惨なことなんですけど、そのまんま離陸してですね、
落ちてしまったっていうね、そういった情報も得てますね。ありますか。本当に、まあ、そういったですね、明らかにこの、バイデン政権の、実際にはトランプ政権、それの前のオバマ政権からの一連のですね、このアフガニスタン政策の失敗っていうね、アメリカのこの安全保障にこのひびが入ったっていうね、イメージ、戦略、こういったものが、しばらくですね、いろんな国から出てくると思うんですね。実際に、僕も失敗してると思うんですが、それとそういったイメージをですね、流布して、得になるような政治勢力もいるということには、やっぱり注意を払って見ていかなきゃいけないなと思いますね。それが、例えば先ほどのですね、ガニ政権のですね、失態を追及していくような、現在のこのタリバン、政権、かっこ仮ですけど、それに、なんて言いますね、利益をもたらすような結果になってしまったらですね、元も子もないわけですよね。で、これ、日本企業なんですけれども、アフガニスタンにはほとんど進出しておらず、タリバン復権による直接的な影響を受ける可能性は低いなどという情報はあるんですけれども、ただですね、中東、中国などを結ぶ交通の要衝で、アフガニスタンといえばですね、文明の十字路なんていうふうにも呼ばれているところですから、そのアフガニスタンの情勢の悪化っていうのは、周辺地域にも飛び火しかねないというね、こういう心配もされてますね。特に中国ロシアがですね、この機会に、いち早く、タリバン政権かっこ仮をですね、本当に承認してしまってですね、でそれで、例えば中国であれば一帯一路みたいなものに結びつくっていう見方もあるんですが、ただですね、イスラム原理主義的な国になればですね、やはり中国、そうおいそれと手を突っ込むことってはできないと思うんですよね。もちろん中国からしてみればですね、宗教的な原理主義っていうのは一番警戒すると、しかもそれに民族も絡んできますから、そこら辺との絡みがですね、これからの一つの注目点になるかなと思います。あとはその各国はそのテロリストが入ってこないようにっていう厳重なこの警戒をしていくんでしょうね。それはもう間違いないですよね。そうですね、さあそれではですね、ここからはニュース最前線です。田中さんに伺うテーマこちら、実質 GDP 年率 1.3% 増に四半期ぶりのプラス成長。今年4月から6月期の GDP 速報値、物価変動の影響を除いた実質で年率に換算してプラス 1.3% となりました。プラス成長に四半期ぶりです。中国向けの半導体製造装置など輸出が増加したほか、企業が手控えてきた設備投資が持ち直しプラスに転じたことなどが寄与したと。田中さん、今回のこの結果についてはどうご覧になりますか？いや、本当に、低空飛行かなと思いますね。特に注目するべきなのは、この年率換算でいくとですね、コロナ前のこの水準の、経済規模、GDP の大きさですが、それとこの今回のこの速報の、値を比較してみると、だいたい9兆円ぐらい不足するんですよ。足りないんですね。足りないです、でこれは見かけ、経済の規模560兆円ぐらいとすると、そのうちの9兆円の不足ですから、見かけね、もうちょっとだというような感じもするんですが、皆さんも忘れてはいないと思いますが、そのコロナ禍前の日本経済の状況っていうのは、消費増税プラス米中貿易戦争の景気後退期なんです。その消費増税前の水準に比べると現在どのくらい足りないかというと、だいたい20兆円足りない、やっぱ拡大するんですよ。でもそれは消費増税の影響を除外して米中貿易戦争の景気停滞の時の数字です。つまり、さらに、まともな時があるんですね。それに比べるとどのくらい不足しているかというと、30兆円ぐらい。でさらにインフレ目標 2% 達成ぐらいの望ましい水準にどのくらい足りないかというと、これは推測ですが40兆円ぐらい足りないんじゃないですか。それからそういうふうに考えるとですね、日本経済が本当の巡航速度に戻るにはですね、少なくとも30兆円から40兆円、これぐらい今、経済全体でお金が不足してるっていうふうな状況ですよ。だから全く喜べないですよね。そうですね、だからプラスで万歳じゃないってことなんですね。プラスで万
才じゃん。これで万歳する人がいたらですね、よっぽどそれはですね、おめでたい人だと思いますよ。そうですか。本当に。で、この4月から6月の大半、政府が東京都や大阪府などに緊急事態宣言を出していた時期と重なります。2四半期ぶりのプラス成長とはいうものの、GDP の半分以上を占める個人消費、プラス 0.8% の伸びにとどまったということなんですが、田中さん、この数字いかがですか？いや、これ個人消費はね、当然こんぐらいになりますよね。まあ、むしろ、プラスだったんだという素朴な驚きがありますよね。はい、まあ、だからまあこれでね、消費意欲が高いっつってね、西村大臣とか言ってるんですけど、潜在的なね、まあ、確かに高いんだろうけど、これをちゃんとね、導き出さなきゃいけないんだけど、またこれで緊急事態宣言の延長と対象地域の拡大で、まあ、ざっとですけど、個人消費ね、やはりこの年率で言うと、まあ、1兆円超また押し下げられてしまうということで、さっきのね、ざっとした資産言いましたけど、またね、経済が巡航速度で戻る上で足かせが増えるという状況ですよね。はい。で、このコロナ禍の日本の GDP、 初めて緊急事態宣言が出た去年の4月から6月期ですね、大幅なマイナス成長となりました。7月から9月期と10月から12月期はプラス成長が続いていました。まあ、しかし今年1月から3月期、東京都などへの緊急事態宣言の発令による個人消費の落ち込み、これが全体を押し下げて3四半期ぶりのマイナス成長に転じていました。そして今回プラス成長となったと、いうことなんですけども、で、一方ではですね、この新型コロナウイルスのワクチンの普及でアメリカとヨーロッパの景気が好転してます。まあ、そんな中、日本は感染再拡大による規制強化で経済活動が停滞と、このダウ平均株価は連日最高値を更新しているというこのアメリカの株式市場ですけども、改めてこちらいかがですか？ただですね、それはちょっとですね、統計の見方で言って国際比較の話なんですけど、日本がね、そんなに目立って成長率が高くないと、それはまあ一方ではですね、去年の落ち込みが、そのアメリカやイギリスやフランスなどに比べてそれほど落ち込んでないんですよ。それの、まあ、そこを見なきゃいけないですよね。ですんで、まあ、以前の水準にどのくらいで戻るのかと、まあ、アメリカはですね、例えば今年の後半には戻ると言われてますね。日本とか、フランス、ドイツ、イギリスとか、そういったところはですね、やはり来年になってしまうというところで見なきゃいけないですね。だから、まあ、世界比較をするんであれば、去年の落ち込みと今年のこのリカバリー、それの見合いで見なきゃいけないんで、それで見たらですね、アメリカを抜かせば、ヨーロッパと日本、まあ、同じような感じだと。で、そこで、日本はですね、アメリカ並みの対策をしなきゃいけないですね。アメリカ並みの対策のための、キーポイントはやっぱ補正予算、補正予算の規模をどのくらい持っていくかと。今のこのですね、まあ、上院をアメリカが通りましたけどね、インフラ、大規模なインフラ整備であるとか、そういったものを込み込みであるとですね、大体この GDP の今、25.4% ぐらいなんですよ。で、それ、日本はですね、現時点で 16.5%、かなり下回ってますね、10% 近くね。で、これを補うだけの、この、経済対策をするには、どのくらいの金額が必要かっていうと、まあ、理想的には50兆円。50兆あれば、アメリカ並みと、つうか世界一位、ぶっちぎりで、世界一位です、素晴らしい。しかもこれはですね、アメリカが全くやっていない流動性支援というね、お金を貸す、無利子無担保、これ抜かしてます、無利子無担保はただでさえ日本は世界一位ですから、そうか、だからもうそれを足しちゃうと、もう宇宙一、そこまではいかないか、もうぶっちぎりです。これができたらね、30兆円だと、これはやっぱアメリカ並みにはなりませんし、ギリギリなんとか、今、当座ね、先ほど言ったようなコロナ禍前を戻って、消費増税前になんとかギリ戻れたらいいなみたいな、ギリギリで30兆、はい、となればやはり田中さん40兆ぐらいは、40兆ぐらいあれば理想ですよね。まあ、世界にもね、日本すごいことやってんなと、やっぱこれそうだったら50兆欲しいですけどね。いや、そうですか。いや、もう誰も困んないですか、40兆50兆で、全く、50兆あれば多分インフレ目標にかなり接近すると思うんですよ。ただね、今のね、菅さん、どうかな、やってほしいですよ、本当に。驚かすなら50兆ということですね。はい、ニュース最前線でした。
時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。アフガニスタンの旧支配勢力タリバンは首都カブールを制圧して勝利宣言しました。これによって国際社会で取り組んだアフガンの民主化、事実上頓挫しました。そのアフガニスタン北部ではタリバンがイスラム法を住民に強制し、ジーンズを履いていた若い女性が路上で処刑されたといいます。男性親類の同行なしに外出、細身のジーンズを着用した罪ということなんですが、いやこれ驚きますね。本当にこういうのはね、だから、まあ、女性が一人で歩いちゃいけないってことなんですよね。我々のね、あの価値観からすると、もう到底受け入れられないですね。そうですね。あとは細身のジーンズを着用していたから、これで処刑っていうんですから。ひどい話ですよね。そうですね。本当にこう、人の生命をどういうふうに考えてんだというふうに思いますけどね。あとその情報によるとですね、例えばそのラジオ局なんですけども、地元ラジオ局、以前はですねイスラム音楽と一般的なヒット曲を両方流していたんだそうですが、今ではもう宗教曲しか流さなくなったなんていう情報もあるんですよね。それはね、多分自粛っていうかね、自己検閲みたいな感じでしょうね。なんですかね。あとはですね、この同じくラジオ局なんですけども、これは情報の方ですね。アフガニスタンに本拠地を置くラジオ局なんですが、タリバンは東部の州でコロナウイルスワクチンを禁止して、この地域の病院に通知を掲載したと。タリバン反ワクチンだと見られるわけなんですけども、これ政権獲得して今後ワクチンなしでどうやっていくんだってことですよね。そうですね。ただでさえね、アフガニスタンはこのワクチンのですね、確保に非常に悩んでいたと思うんですよ。そこでもこういったね反ワクチン、映像なんか見るとね、本当にそうですよね。そうですね。今確かコロナ禍だよなっていう感じはするんですが、そういったものはお構いなしにいくのかと、ですね。さてそんな中ですね、こんなニュースもあります。福岡県は公園で夕方に遊んでいた女子児童らが園内のベンチに座った男からじっと見つめられたとして防犯メールで注意を喚起しました。署によると男は年齢不明で、身長160センチくらいの痩せ型、灰色の T シャツ、黒色の短パンを着用し、水色のバッグを所持していたといいます。これ遊んでいた女の子をじっと見つめていて不審者になってしまったってことなんですかね。その具体的な、状況がやっぱね、これだけだとよく分かんないですよね。そのじっと見るっていうのはね、もう目玉がもう飛び出て、もうなんかすごい感じみたいなね、もうギューッと人類じゃなくて見てるっていう感じ、ちょっとやばいみたいな、もう汗ダクダクみたいな、もう、そんな感じだったらちょっとやばいですけどね。それはまずいですか。ただ、私もですね、20代後半、当時バブル経済真っ盛りの時に、無職でやったんですね。でブラブラしてたんですよ、昼公園で。で女の子はいませんけど、おばさんたちとかいますね。でそこでぼーっとですね、恋に餌やってると、そうすると職質食らうんですよ。池があったんだ。石神公園。石神公園具体名ありがとうございます。そこで当時バブルですからみんなね忙しいんですよ。でいい年で恋に餌やってるの僕ぐらいでなんですよね。そうするともう職質の嵐です。しかも面白いんですよ。職質ねほとんどね毎日のように受けたんですけど、絶対同じ思われさんいないの。別々なんですか。別の人なんですか。一体何人石神警察署におまわりさんいるんだよって。いい加減気づけよ。俺昨日行ったからお前行けよとか、そういうことですか。いつもいる不審者俺だよって言って。俺不審者じゃないですけどね。不審者じゃないでしょ。普通に声に餌やってたんですよ。時間に余裕があったから。今これやったらね、僕もやばいですね。じっと声を見つめているやつがいるって不審者メールで声危ないみたいな。こうもあるんです。小綺麗な服装をしていれば通報なんて
てされないというネット上の声があるんですけども、これどうですか？これは俺や寺島さんダメだ。なんでですか？だって今ね、あのね、あの乳首が見えるぐらいの、何回もあの洗濯してる、出てませんよ、着てるから。え、何回も当たり前じゃないですか。一回で取り替えたら大金持ちでしょ。だってそれあの5年ぐらい前から同じだもん。違いますよ、3年ですよ。3年変わんないじゃん。いいじゃないですか。1000回ぐらい洗ってる。毎回1回来てるのずっと洗濯してんだから。春夏春夏秋冬全部同じ。いや、そうなんですけどね。私はその石神井公園でなんかどんな服装してたんですか？本当に着るもんなくてね、ええ、いや、なんで俺こう毎回職質受けんだろうと思って。なんかやっぱり怪しかったんだろうな。はい、まもなく7時です。7時になりました。文化放送、おはよう、テラちゃん。8月17日火曜日、7時になりました。おはようございます、寺島直政です。今浜松市は曇り空です。 22.2 度。ラジオ機のあなたの周りはいかがでしょうか。先ほどもお伝えしましたけれども、九州あたりでもですね、この1週間足らずで年間の降水量の半分ほどに達するなど記録的な大雨になっていて、土砂災害や川の氾濫など厳重な警戒が必要です。でこの時間九州で非常に激しい雨が降っているほか、明日にかけて西日本、あと東日本、各地で非常に激しい雨が降り、そして災害の危険性が急激に高まる恐れもあります。関東でもですね、雨がこれから強く降るという場所もどうもあるようなので、まあ、これまでにもですね、箱根ですとか、あと銚子だとかいろいろなところで、まとまった雨が降ってますんで、どうぞ、土砂災害にですねお気をつけになってください。今朝の関東曇り空、今日の日中あちらこちら雨となるでしょう。北部では道路が川のようになるほどの激しい雨が降ることもありそうです。日中の最高気温は各地で平年より低め、東京都心で25度、横浜千葉が26度、埼玉25度、前橋24度の予想です。明日は晴れ間も出ますが、雲が広がりやすく雨のところもあるでしょう。東京地方今日は雨時々止むでしょう。降水確率午前 80%、午後 50%、 明日は曇り時々晴れ。現在大雨注意報が東京の多摩南部、神奈川、栃木、群馬に、雷注意報は群馬県を除いた関東各地域、濃霧注意報が千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県に出ています。今朝のコメンテーター、経済学者で上武大学教授、田中秀臣さんです。田中さん、改めてよろしくお願いいたします。政府は昨日、新型コロナウイルス感染者の急増を受け、東京など6つの都府県に発令中の緊急事態宣言について、茨城、栃木、静岡、京都、兵庫、福岡、7つの府県を追加する方針固めました。まん延防止等重点措置は宮城、富山、山梨、岐阜、三重、岡山、広島、香川、愛媛、鹿児島、10の県を追加します。宣言と重点措置の追加は8月20日から、そして宣言はですね、東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、沖縄の6つの都府県、重点措置は北海道など13の道府県に8月31日までの期限で適用されていますが、20日以降、宣言は13の都府県、重点措置は16の道県に拡大すると。で、政府はですね、新たに1000平方メートル以上の大規模商業施設に入場整理を要請します。まあ、これを検討するとしていますね。緊急事態宣言の延長で感染の拡大が抑えられるのか、まあ、こういう指摘もあるんですが、田中さん、このあたりどうご覧になりますか？その前にですね、7府県を追加するので、はい、私の職場のあるなんか群馬県が、はい、群馬県、はい、消失しているような感じがするんですが、そうですか。茨城、栃木、静岡、京都、兵庫、はい、
兵庫、福岡でこれ6個ですよね、はい、で多分あと群馬が群馬失礼しました、はい、あの忘れないでやってください、失礼しました、はい、多分それが入ってたんじゃなかろうかなと、間違えてたらすいませんね、いやいやいや、あの、はい、でまあ、あの 緊急事態宣言の延長、はい、やはりですね、あの、まあ、皆さんも実感で分かってるでいらっしゃると思いますけど、やはりこの効果が、まあ、減少してるっていうことはですね、はい、誰の目にも明らかだと思うんですが、それでもですね、やっぱやらないよりもやった方がいいっていうのがですね、例えば東京都の、データを見てみますね、実効再生産数、はい、要するに1人の感染者数から何人に、1人、そうですね、移るか、何人移るか、それを見るとですね、はい、ここまあ十数日、ずっと低下傾向にありますね、はい、それを見てみるとやがてまあ東京都の場合は、はい、今現在は増えてますけれども、近々、はい、ピークを迎えるんじゃないか、今 1.04 ぐらいですからね、そうですね、それを見るとですね、はい、多少の効果は、まあ、多少ってかなり効果はあるんじゃないかなと思いますね、はい、あとはだから一方でこれ先ほど申し上げましたけれども、その飲食店だとかね、また伸びちゃうわけですよ、今度だから8月いっぱいだったのがまた半月近く9月12日まで今のところ伸びるってことでしょ、手当がだからね、保証がそうなんですよね、はい、だから政府なんかは、まあ7月の、ね、はい、まあ、飲食店なんかの倒産件数がすごくこう数年ぶりに低い水準であると、それは、まあ、例えば協力金を、ね、はい、先払いしてるとか、そういった効果が徐々に見られてるとかね、はい、まあ、若干楽観的なことを言ってるんですが、はい、明らかにまあ、それ楽観すぎちゃうわけ で、やはりね、いつまでもこの消費がこれだけで低迷し、はい、さらに店舗自体が開けることができないとね、はい、もうこうデータを見ると例えばですね、飲食店のうちこの居酒屋とかパブ、はい、これはもう前年の売上比のですね、まあ、ノーマルな時の、ね、売上比の大体 20% ぐらいしかないですから、はい、それを見ると深刻ですよね、本当にですね、あと飲食街を歩いて、まあ、例えば夜8時ですとか、あと夕方からでもそうですけども、まあ、中にはもうアルコール出してる店もありますからね、そうですね、もうだってやっていけないってことですから、まさにね、まあ、そうなるとまあ感染拡大にもある程度この影響を及ぼしてしまうし、はい、一体何のためにやっているのかという話になりますからね、やはりこのね、まあ、予備費であれば、まあ、これは別に国会通さずにすぐできますし、はい、依然として数兆円余ってますから、すぐやるべきだと思いますし、また補正予算、はい、これはまあおそらくですね、9月にやってほしいですね、臨時国会は9月に設けて、はい、ここで補正予算をこう2週間あれば通過できますから、はい、まあ、やる気であればもう、ね、できるんですよね、即日にできますから本当に、それぐらいの勢いで やらないと、これはね本当ね、はい、救われない人たちがいっぱい出てきますよ、これね、ですから政府って言うけど国会議員の方々何とかしてほしいって気持ちになってきますよね、もう選挙がね、近いのに、はい、やっぱね、政治がね、動き鈍いですよね、どうして動かないのかってね、これ与野党ともにね、はい、やっぱね緊縮病、はい、そういうのにかかってんじゃないですか、仕方がないみたいに思っちゃってんですか ね、もう本当ね、そういう人ね、みんな落ちてください、はっきり言って、はい、ね、いりませんよ全く、はい、うん、でこの緊急事態宣言の延長を受けて菅総理が念頭に置いていた9月中の衆議院の解散、難しくなったとの見方が強まっています。自民党は党総裁の任期満了9月30日に伴う総裁選の日程について9月17日告示、29日投開票を軸とする方向で調整に入りました。総理の選挙戦略、新型コロナウイルス対策に全力を挙げて感染者を減少させた上で、東京パラリンピックが9月5日に閉幕した後速やかに解散に踏み切ることが柱でした。総裁選は先送りし10月の衆議院選挙で勝利した後無風で乗り切ることを狙っていたと言われているんですけれども、まあ、この自民党総裁選、衆議院選挙、注目のポイント、これ田中さんどちらですか。まあ、やっぱ ね今世論の多くはこの変異株の感染拡大に完全に目がいってしまってますね、はい、特に、まあ、ワイドショーとかそういうテレビに煽られて、新規感染者数の増加、はい、これだけとこの例えばですね、内閣支持率が完全に連動してます、はい、そういった世論の動き、まあ、多少は理解できますが、やはりですね、重要なのは我々の生活を維持するってことですよね、はい、そのための大胆な経済対策に世論の関心を向けてほしいと、一番わかりやすいのは、まあ、寺島さんともしばしば話題にしてますが、はい、消費減税がこれね、一番わかりやすいですよ、はい、そういったものに国民の、ね、目を向けてほしいなというふうに思います、はい、
ようテラちゃん。時刻7時13分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。日経新聞、接種で景気回復不透明、新型コロナウイルス危機からの回復シナリオが揺らいできたという記事です。感染力の強いデルタ型の流行で7月から9月期以降の成長率下振れするとの見方が強まっています。世界の景況感も頭打ちとなっていて、景気の持ち直しで先行したアメリカ、ヨーロッパも楽観論後退しつつあると。内閣府が発表した今年4月から6月期の GDP の速報値は、物価変動の影響を除いた実質で年率に換算しプラス 1.3% となりました。2四半期ぶりにプラス成長に戻ったんですが、小幅な回復にとどまっていると。この新型コロナウイルス危機からの回復シナリオ揺らいできた、まあ、こういう見方なんですが、田中さん、これはどうご覧になりますか。そもそもその回復シナリオって誰がどう作ってるんですかっていう気がしますよね、はい、その日経新聞が脳内で作ってるんですか、うん、やはりね、この、緊急事態宣言が、はい、対象地域が広がって、でさらに延長されますよね、はい、それ自体が経済のこの下振れリスクになっていると、でやはりそのためにはですね、それをまあ帳消しにするため、さらに元の状態に戻すためには政府のですね、はい、大胆な財政政策と、はい、それをまあ支持するような金融緩和政策の継続、はい、これが重要ですよね。で今アメリカなんかで話題になっているのはインフレ目標をですね、はい、引き上げろという議論が、はい、まあ一流のエコノミストの間の大きい話題です、はい、はあはあ、以前はアメリカもインフレターゲットは 2% で、でもそれはちょっとぐらい上振れても大丈夫ですよって言ってた。今はもうもっとね、3% のした方が雇用にいい影響があると、はい、もうこれ完全にそういった論文が出てきました。でロイター、日本のロイターさんじゃなくて海外の、はい、人が書いたロイターで、そういったね話、はい、紹介されてました、今日。あ、そうですか。まあ、それだけですね、大きい注目になりつつありますね、で、まあ、金融緩和もさらにやる余地がありますし、はい、で同時にまあ財政政策もですね、補正予算、まあ、早いところですね9月、はい、その総裁選とかですね、総選挙の絡みが後回しになったとかですね、はい、なんかそういうね話もあれば10月とか、はい、になると、まあ、そんなことよりも早くですね、補正予算をこう通過するための臨時国会をですね9月中にやるべきだと思いますね。最短で数日で、はい、そんな補正予算通過することできますから、野党なんか無視していいですから、もうね、はい、それぐらいのリーダーシップ取んなきゃダメですよ、はい、菅さん疲れているということがありますけど、はい、本当に疲れるんだであればそれぐらいしてから、どん底まで疲れてね、はい、そこから休んでほしいと。今正直言ってですね、少しこう疲れた表情してますけど、菅総理ね、私が見るからに、はい、何か思い悩んでね、やっぱりこれは消費税増税だなと、消費税増税しちゃうとやめですよ、減税だなっていうところで、まあ、周りのこのね反対を押し切っていくかっていうのを悩んでてくれるんだったらいいんですけどね。そうだといいんですけどね、なんとなくね、こう、はい、やっぱねメッセージ性、はい、そういうものがないとなかなかね、この与党の中だってついていかないと思うんですよ。そうですね、そういったもの力強さがないというところがですね、本当に周りがね、例えば秘書官なんかも財務省で、はい、固めてますし、あと財務事務次官、これ緊縮派のね、代表選手みたいなのが今ついてますから、緊縮モードですよね、はい、だからその中でいかにこのね、大胆な財政政策を出せるのかどうか、もう一か八かのね、本当にやろうと思えばできるはずですよ、はい、最高権力者ですから、やらないと、はい、もうクビにするよみたいな感じでやればいいんですよ、昔みたいに、はい、そして医療体制の再構築など政策の総動員で経済のウイルス体制を高める必要がある、まあ、こういう声も出ています。感染者数の増加に歯止めがかからない
ない状況なんですが、当初の予想である年内に GDP がコロナ前の水準を回復する、まあ、これは難しい状況というかですね、これはベースが日経新聞 の、はい、記事の発想になっちゃってますから、ええ、コロナ禍前というのは消費増税プラス、はい、そうですね、米中貿易戦争で経済が落ち込んでる状態ですから、はい、そこに戻したって全然よくはないわけですよ。何の意味もないってことですね。まあ、不足す理想的にはですね、もう補正予算、はい、本当40兆から50兆あればですね、はい、もう世界に名だたるですね、日本の経済対策ってどこでも自慢できます、はい、世界トップ水準ですよ、でそれぐらいを目指してようやく、まあ、インフレ目標 2% を達成できると思いますね、はい、これあえてお伺いしますが、そうしてくると財源はって聞く人がいるわけですよね。財源なんかね、経済成長で税収増でそれで、はい、やればいいだけの話ですから、はい、誰も困らないですよね。ってことは国債ってことですね。そうですね、当面は国債でやると、ね、はい、で景気が良くなればだって税収増えてくるわけですよね。そうです、それで終わりですよ、はっきり言って、先ほどね、海外のこの金融政策の目線がインフレ目標 3% になってるっていうのは、それだけ、経済が拡大していけば税収で、税収増で全てうまくいきますよと、はい、いうことがですね、もうトップエコノミストトップ経済学者の間の合意になってるんですよ、ところが日本だけは相変わらず違うんですよね、日本経済新聞さんだって、はい、ね、もし大胆なその、ね、40兆とか50兆、スーパー経済対策、はい、日本の今のこの政治状況で言えば、それやったら大変ですよ、発狂しちゃいますよね多分ね、財源ガーってですね、もうね、豪快豪快って、日本ハイパーインフレとか言ってね、ハイパーインフレはお前の脳みそだけだよってね、お前つうか人格化しちゃいましたから日本経済新聞、はい、で日本経済新聞はまだマシな方ですよ、はっきり言って、朝日新聞だよとか毎日新聞だよとか、テレビ朝日であるとかね、テレビ朝日なんかね、ハイパーインフレとかね、言ってね、はい、居酒屋で滑って骨折みたいな、ね、あれそう言ったんですか。そうですよ、もうあいつらいつもそんな感じですから、本当にそうですか、はい、さあ続いていきましょう。こちら読売新聞、記録的大雨物流網を寸断。おとといから昨日に九州から関東甲信広い範囲で降った記録的な大雨、物流や交通網の寸断、そして田畑の冠水といった影響が出ています。コロナ禍による停滞が続く地域経済にとってさらなる打撃となりかねないと、福岡県では水菜アスパラガスのビニールハウスが多く冠水し、水田の被害は佐賀県長崎県にも広がりました。去年の夏の九州豪雨で福岡県は100億以上の農業被害が出ていて、農家への支援策を早急に検討したいとしています。今後も再び大雨となる可能性があって、被害総額の確定には数ヶ月かかると見られます。大手スーパー広報担当者は、過去にも大雨や台風で青果の仕入れ価格が上がった、今回も被害が拡大すれば店頭価格に影響が広がりかねない、こういうふうに懸念しています。交通も寸断、物流も滞っている、大雨がもたらす経済の影響というのはこれ心配ですね。そうですね、これもう本当に毎年ね、はい、こういった自然災害が、甚大な影響を及ぼしてますからね、やはりこの、防災インフラの整備、そして予報システムのですね、向上、はい、そういったものをさまざまなですね、対応が必要になってくると思いますね、で政府はですね、今回の大雨に伴って福岡県と広島県などを対象に災害救助法を適用しました。中小企業が政府系金融機関から運転資金の融資を受けやすくする措置も取って、早期の復旧を支援するとしています。この大雨による経済へのダメージ、これをなんとかこの抑える策としては何が有効なのかってことなんですね。そうですね、もう融資っていうのはね、ただですねコロナ禍で融資増ですからね、これはまあ中小企業にとってみてはおいそれと借りれないと、そうすると事業を断念するとかね、そういったところが出てきてしまうと大きい地方経済にダメージになっちゃいますからね、だからまあそういった点をこうリカバリーするためにはもうお金、そのまんま支給すると、はい、いうような枠組みもですね、現実的には必要かなと思いますね、はい、続いてはこちら、産経新聞、中国主要指標伸び鈍化。
中国国家統計局が16日発表した7月の主要経済指標によりますと、消費動向を示す小売売上高、前の年の同じ月に比べて 8.5% 増でした。伸び率は6月から落ち込んで、ちなみに6月は 12.1% ありました。まあ、これと比べると落ち込んで鈍化、鈍くなる傾向は4ヶ月連続です。感染力が強いデルタ株の感染拡大が中国でも続き、封鎖措置、あと移動制限を取る地域が増えていて、新たな景気悪化のリスクとなっています。で、小売売上高の内訳見ると、飲食店の収入が 14.3% 増で、6月の伸び率 20.2% から鈍化、消費の柱の自動車 1.8% 減とマイナスに落ち込んでいます。一方、中国工業生産は 6.4% 増でしたが、伸び率は6月の 8.3% から落ち込んで鈍化5ヶ月連続。コロナ禍に加えて、河南省で起きた記録的な豪雨による水害、これも響いたとみられています。中国の統計局の報道官、昨日記者会見で、各地での感染拡大や自然災害の影響を指摘、経済回復は依然として不安定でバランスに欠けるとの見方を示しました。世界に先駆けてコロナ禍からの景気回復が進んだと見られる中国ですが、足元で景気減速懸念が強まっています。今お伝えしたようなこの中国経済の現状なんですが、田中さん、これどうご覧になりますか？ただでさえですね、中国の、コロナ禍の状況でいうと、消費がやはりですね、弱いんです。はい。そこでもってですね、やはりこの、変異株を中心とした、コロナの、拡大があって、どの、アジア圏大体ですね、日本もそうなんですが、比較的、去年、また中国の場合は今年ですね、コロナ対策で成功した国ほど、変異株の拡大によってですね、ダメージを受けやすくなっていると。例えばベトナムであるとか台湾なんかも典型ですけれども、非常に水際対策うまくやったと、成功したと、ところが変異株防げなくて、感染拡大になってしまって、でワクチンの、確保量が不足しているというところが、ネックになると、中国の場合もですね、決してこのワクチン接種のですね、スピードが高いわけではないんですよね。その中で、こういったね、変異株を中心にして、さらにこの感染拡大が全土に広がってくると、これやっぱサプライチェーンが、滞ってくると、物流がですね、寸断されることによって、これ中国国内だけではなくて、世界経済にもまた再びですね、中国発のサプライチェーンショックみたいなものが、来ると、これは世界経済に暗雲がですね、立ち込めてくるということになりますね。そして中国で炭疽菌への感染とみられる症例、これも相次いで確認され、当局注意を呼びかけています。山西省のこの衛生当局はですね、16日までに畜産業に携わる9人が炭疽菌に感染した疑いがあると発表しました。9人は皮膚が黒いかさぶたに覆われるなど、皮膚炭疽の症状が確認され、すでに隔離治療を受けています。北京市の衛生当局は、草を食べる際に土の中の炭疽菌を摂取した牛や羊などの動物を通じて感染することが多いと指摘しています。相次いで感染が確認されているという炭疽菌、これも気になるところですね。そうですね、なんつってもですね、中国の場合は、地方政府もそうですし、地方政府も、情報統制しすぎで、一体どんなことが本当に起こっているのか、いまいちね、外部からわからないし、人数も含めてね、このニュースもですね、そのまんま鵜呑みにはできないですよね。そういった問題を抱えてますから、本当に、なんて言いますかね、中国これからも当分この感染リスク、いろんなね、もののこの、なんて言いますか、中心になっちゃうんじゃないかと思いますね。続いてはこちら、産経新聞。テロ懸念、経済に新たな火種。アフガニスタン情勢の緊迫化を受け、日本政府、昨日首都カブールにある日本大使館の職員らの国外退避を急ぎました。日本はおよそ20年にわたりアフガンの復興に向けて開発支援などを行ってきましたが、イスラム原理主義勢力タリバンによる政権掌握を踏まえ、今後の状況を注視していく構えです。日本企業はアフガニスタンにはほとんど進出はしていませんでして、タリバンの復権による直接的な影響を受ける可能性
能性は低いと見られています。まあ、しかし中東、中国などを結ぶ交通の要衝で文明の十字路と呼ばれてきたアフガン情勢の悪化、周辺地域にも飛び火しかねないと。コロナ禍に加えてのアフガニスタン情勢の緊迫化です。世界経済、これどういう影響を及ぼしそうなんでしょうね。そうですね、まあ、世界経済への影響っていうのはですね、はい、短期的には、まあ、例えば日本にはあまりないっていうのが実情ですね、はい、むしろアフガニスタンは今海外からの援助によってかなりこの経済を持ってる中で、はい、これタリバン政権ができてしまうとですね、やはりこの各国政府がどういうふうにアクセスしていくのか、まあ、みんな逃げちゃってるわけですからね、そうなんですよね、現時点では、はい、でそうするとその中で、まあ、中国やロシアそういったところの関与が、まあ、ウェイトも大きくなるのかというふうな、はい、感じですかね。で外務省ですね、アフガン渡航について危険の度合いが最も高いレベル4に指定していて、退避を促してきました。まあ、そのために日本企業の駐在員などはもともとゼロに近いのが実情です。で輸出入合わせた日本との貿易額も40億円ほどに過ぎず、影響をほとんど受けないと見られています。アフガニスタン、中国の新疆ウイグル自治区とも国境を接しているんですね。周辺地域が不安定化して中国経済にも混乱が及ぶと日本企業も影響を受けることになるわけです。まあ、このアフガン情勢の混沌による中国経済への影響ですが、まあ、これがどうなっていくのかですね。そうですね、あと気になるのはですね、はい、まあ、タリバンといってもですね、はい、パキスタンの方のタリバンというのはですね、はい、やっぱ中国、政府に対して、はい、特に例えばですね、一帯一路的な、はい、インフラ整備、あれに対してもですね、敵対的な声明を出してます。はい、で最近もですね、テロ、中国大使を狙ったですね、はい、と言われているテロも起きたりしてますし、まあ、そういった形でパキスタン国境付近、そしてさらにこのアフガニスタン、はい、を中心にしてですね、テロの活発化っていうのが、まあ、中国 もそうですし、はい、世界も含めてですね、大きな脅威にさらされそうですよね。そうですね、もともと考えたらね、アメリカがなんでこの、ね、入っていったかって言えば、例の同時多発テロ、はい、まあ、これでアルカイダをかくまったっていうのでタリバン、アフガニスタンが、攻めて、攻められたってことですものね。で20年かけて逆に、はい、当時はまだタリバン、アフガニスタン全土掌握しきれてなかったと思うんですが、はい、結局ね、20年経って、タリバン政権がアフガニスタン全土でこう成立してしまうと、一体何だったのかなというような無力感はありますね。この20年は何だったんだっていうね。はい、時刻7時半です。文化放送おはようテラちゃん。時刻7時31分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。アメリカ産の輸入牛肉の価格が6年ぶりの高値まで上昇しているという記事です。新型コロナウイルスの流行後、経済回復が早かった中国、アメリカの需要が急増、アメリカでの生産も増えていますが、それ以上に需要が爆発的に増えているといいます。コロナで外出が制限され、日常の楽しみが食に向かう中で、中国、韓国がこれまで食べていなかったアメリカ産牛バラ肉を選ぶようになったというんですね。アメリカから各国への1月から5月の牛肉の輸入量、中国向け前の年の同じ期に比べて13倍、韓国は 24% 増えています。一方、日本向けは 7% 減、買い負けているのが現状だと。牛バラ肉、割安な部位で、従来日本が牛丼、焼肉向けに主に買っていました。中国、韓国は腕やももが多かったんですが、調達量確保する中でバラ肉も増やしているといいます。牛肉の値上がり、田中さんお気づきでした？いや、なかなか気づかなかったですね。はい、まあ、日本の場合はですね、こう、まあ、巣ごもりすると爆食よりも運動不足になりますからね、はい、ちょっとこのね、食べる量を減らすの
ですね、気をつける傾向ありますよね。ありますよね、僕なんかもこの一時期すごく増えちゃって、これやばいと思って、今ダイエット中なんですが、今若干森永卓郎風にリバウンドしてます。しまった呼び捨てちゃったけど。いやあ、そうですか、はい、リバウンド、リバウンド、リバウンド原因は何なんですか。リバウンドの原因は牛肉の食い過ぎです。本当ですか。嘘です。嘘でしょう。はい、中国2月の春節旧正月ですね、この休暇の需要ピークに向けて調達増やすために9月から10月に相場が上がって2月以降に下がるというのが一つのサイクルでした。しかしコロナの巣ごもりで春節だけでなく通年でですね、1年中家庭で牛肉を食するようになったと。この2年、春節過ぎても中国の調達が鈍らず食文化が変化しているという指摘もあります。中国の食文化、爆食というのか、日本にも影響これあるんですね。これはやっぱですね、我らの王子が今住んでいる、カナダから。カナダ、もう牛肉をね、追加輸入みたいな。カナダ、カナダから、まあ、牛肉が輸入ですとホイホイできるのか分かりませんが、スーパー並んでるのオーストラリアと、まあ、アメリカとか、簡単に言うとメキシコ王子を言いたいからですよ。だからそれ私それもう言わないと体がだからカナダ、体がちょっとわざそう持ってダイエットは反動像そうなんだ、今ストレスになっちゃうんだ。今日何も言えなかったんで、今チンポコ王子の反動像が起こってます。すいません、言ってますよ、言っちゃってるからもう、はい、ごめんなさい。今朝のコメンテーター、経済学者で上武大学教授、田中秀富さんでした。田中さん、ありがとうございました。すいませんでした。時刻まもなく7時35分になります。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。